はい、こんにちは、雑です。今、大阪のトレードセンター前というところにいまして、これから出張で、サンフラワーに乗って別府の方へ向かいます。それでは行きます。よし。ちょっと思ったより人通りが多くてですね、なかなか喋りにくかったです。トレードセンター前の駅から ATC へ向かっていきます。はい、それではフェリーターミナル到着しまして、これから派遣していこうと思います。今日はですね、デラックスシングルという一人用で最上級等級のお部屋を取りました。ちょっと贅沢ですね。初めてこちら乗るんですけども、ペプコロですか、まあ楽しみにしてます。ちょっと船は若干古いんですけど、で、来年の末かな、再来年には、新しい船が、出てくると、今作ってるという状態ですので。はい、お世話さん、はい、皆さん大丈夫ですね、はいはい、そしたらこちら健康チェックシートなので、ご記入いただいて窓口の方にお願いします。チケットお願いします。10番皆様、重装室一つ上の階となっております。よろしければ真っ直ぐエレベーターに乗ってください。はい、
中盤のお部屋です。よし、切ります。はい、お部屋到着しました。紹介していきます。今回はデラックスシングルということで、こちらの一人用のお部屋の一番上のクラスですねに、宿泊します。でもう見るからにビジネスホテルそのものですね。しかもちょっと広いという感じです。で、リセッシュが置いてあります。よいしょ。でこちら鍵ですね。で、コーヒーがあんのか、あ、UCC が置いてあるだけか。で、これは何だろう、これ見る彼に緑茶っぽいな。よいしょ、はい、緑茶。ちょっと暗いんだよな、船内がなんかすごくシックな感じですよね。で、電気ケトル、あとお水がサービスであると。で、テレビがちっこいのついてて、冷蔵庫がついてると。こう冷たいですよ、もう。で、救命胴衣があります。で、普通にテレビが見れるということですね。案内と案内等々あります。こちらに多分あの時間とか書いてあるんですね。船内レストランで、もう多分夕ご飯、を買うことができると。18時30分からもう空いてるんですね。ということで、でバイキングは今やってないんでお弁当だということですね。で、こちらにアメニティがありまして、これスリッパですね。ちょっといいやつですよ。持って帰れんのかな。で、アメニティセットがあります。で、浴衣、あと毛布があります。ちょっと開いていきましょうか。開きました。もうこれあのお家にあるやつと同じですね。で、これがシャンプーで、これが、シャワージェルで、これがコンディショナーということですね。で、歯ブラシと、ヒゲ剃りとブラシと、あとコットンセットがついてます。このシャンプーいいんですよ。なかなかいい匂いがして、すごく良かったです。前しぶしに行った時にもらいましたけど。で、しばらくこれで生活してました。で、ベッドがなんかすごいふかふかですね。これ羽毛布団ですよ、いいやつですよ。こんな感じです。で、頭のところには、電源の 100V のコンセント、あと電気の集中コンセントと、で、目覚ましと音量があると。これが調光ですね。怪しいですけど、という形になってます。それでは、あ、あとお風呂だ。お風呂がついてんだ、ここで。お風呂がついてます。トイレもついてます。こういう形ですね。トイレは残念ながらシャワー付きじゃないのかな。シャワー付きでした。で、まあ使わないですけどねで、ドライヤーがついてて、あとシャンプー、リンス、コンディショナーがあります。タオルもありますと、こちらのお風呂ですね。ちょっと広いですよ。で、大浴場もあるんで大浴場の方、使いたいと思います。で、私今回ですね、ここのお部屋を取るのというか、サンフラワーを利用するのちょっと急遽決まったんで、ちょっとフェリーサンフラワーさんに連絡が間に合わなかったんですね。で、お風呂の撮影がちょっと許可は取れなかったんで今日は撮りませんということで、まあ写真かなんかお借りして載っけようと思いますんで、それではよろしくお願いします。じゃあちょっとお部屋の方回っていって、外の方回っていきたいと思いますんで、それではよろしくお願いします。空気清浄機があった。ちょっと入れときましょうか。で、ちょっと船内回ってみます。お客様ご自身も感染予防のため、
潜水艦の漂流ステージでは着陸中、入浴時以外は必ずマスクをご着用ください。また大きな声での会話はお控えいただくとともに、こまめな手洗いやアルコール消毒にご協力ください。今ちょっとスリッパの袋を開けたらですね、これめちゃくちゃかっこよくないですか。サンフラワーのマーク付きのスリッパ、ちょっとびっくりしました。なんかふかふかしてていいやつですわ。使い捨てなんですけどね、まあいいやつといっても使い捨てなんで、裏がウレタンになっててちょっとこれ使えますわ。なかなかいいですよ。ちょっとびっくりしました。ということで夕ご飯でも食べて出港を待ちましょうか。夕ご飯買ってきます。味噌汁でお願いします。はい、店内でお召し上がりですか。持っていきます。持ち帰りで、はい、はい。少しお時間いただきますね。はい。はい、おかけになってお待ちくださいませ。
ちら衛生食のランドセルでございます。失礼いたします。お待たせいたしました。ありがとうございます。出港2、3分前になりましたね。もう多分フェザーケーブルを発送としているところだと思います。ローディングブリッジが上がってます。はい、出航しましたので、それではご飯に、食べたいと思います。今日日曜出航だから19時5分発ですね。で、ということはですよ、大阪南港発日曜明石海峡が20時15分ということになってますんで、まあ20時になったら、外行きたいと思います。じゃあそれまでご飯食べます。結構楽しみですね、ご飯は。ちょっとなんか斜めになってる。家に窓がついてるんですよ、この部屋。でも枕なんですよね。まあ、ご飯食べましょう。今日は中華風ということで、こっちの方がいいか。私左利きなんで。よいしょ。まず中に入っているのがサンフラワーのお箸あとドレッシングは、2種類入れてくれて、3種類がごま、青じそ、アイランドドレッシングということで3種類と手拭き入ってます。で私は、鶏飯の中華風を選択しました。で味噌汁がついてます。なんかケンティン汁みたいな感じですね。あ、うん、味噌汁と言わずどちらかというとケンティン汁みたいな。私はごまドレッシングが好きなんでごまドレをかけてみようと思います。実はですね、昨日もあのサンフラワー乗ってたんですよ。なんで昨日は大分航路の方乗ってますし、でもお弁当内容全然違うんですね。年間の3分の1ぐらい出張に行ってます。で3分の1は移動の時間です。3分の1家にいますというような働き方してます。ここ1、2年ですけどね、
サンフラワー九州にゆかりがある商品が多いと思うんで、鶏肉関係がかなり充実してるんじゃないですか。別府航路って初めて乗ったんですけど、なんかそんな古さを感じないような感じですね。で、なんというか趣があるようなすごく綺麗な船ですね、中が。もう多分15年ぐらい経ってるはずなんで、来年変わるみたいですね。来年末かな。まだ2年弱あるんですけど、 LPG で運航できる船と、まあ、楽しみですよね。新しいシステム、クリーンエネルギー、あと客室もかなり綺麗になって、でビジネスカード使ってると観光メインで考えてるみたいな、まあビジネスユーザーも捨てたわけないんでしょうけど、のようなパースが書いてありました。まあ早くはなかなか乗れないんでしょうけど、予約でいっぱいで、乗れたら乗りたいですね。就航したら楽しみにしてます、非常に。でこの船に乗ってちょっと思ったことが、新しければいいってもんでもないなっていうのが感じました。船内がすごくシックでかっこいい作ってあります。なんか昔の雰囲気をちょっと出してますよね。でも展望エリアも結構広く取ってあって、まあよく作ってあるなと。ということで、明日月曜日なんですけど、いきなり仕事モードなんでちょっと大変ですけど、今日いい方を雇ったんでゆっくり休んで明日備えたいと思います。ごちそうございました。九州の味噌汁甘めで美味しいですね。私好きです。まあ九州人なんで、もともとだからかもわからんですけど、ほらうちのじっちゃんばっちゃんっても甘かったですね、お味噌汁が。だから慣れてるんだと思います。これだって感じがしますね。さっき大分に越えた頃乗ってたって言ってたんですけど、結構波が高かったんですよ。で同じ方向向かってるんで、今日どうなんだろうと思ってちょっと心配してますが、まあ仕事しながらちょっとゆっくり構えたいと思います。それではまた後ほど。はい、明石海峡大橋近いそうなんで行ってみようと思います。
はい、それではお風呂に入りに行きたいと思います。10時までということで、今は9時ちょっと過ぎました。ちょっと時間がないんで、お風呂に入ってきます。それでは行きます。はい、戻ってきました。とてもいいお湯でした。やっぱフェリーのお風呂いいですね。すごい気持ちよかったです。もうちょいしたら寝ようと思いますんで、それまでゆっくりしてます。それでは、はい、それではもう9時48分になりました。もう遅いんでそろそろ寝ようと思います。さすがに連日ちょっとハードで疲れまして、もう寝たいですということで、おやすみなさい。はい、おはようございます。今、4時39分になりました。朝起きちゃいました。で、ちょっと体が冷えてますんで、朝風呂入っていきたいと思います。それでは向かいます。
はい、おはようございます。今ですね、今5時45分になりました。朝食が、始まっているみたいなんで、まあ、お弁当を買いに行こうと思います。まだですね、バイキング始まってなくて、お弁当ということなんで、買いに行きます。和食洋食それぞれ500円であるはずですので買っていきます。今日は大分航路で洋食のパンがかなり美味しかったんで、同じだったらいいなという思いで洋食を買いに行きたいと思います。それでは向かいます。パンの種類が違うんですね。よし、いただきたいと思います。はい、朝ごはん買ってきました。よし、今日はコーンポタースープにしました。で、大分航路の方がですね、美味しかったんですよ、パンが。それで、今日こちらにしたんですけど、ケチャップがない。まあいいか。アイランド、青じそ、ごま、全部ついてます。じゃあごまでいただきましょうか。よいしょ。美味しいですよ、これ。パンは温めてあります。で、いや、スクランブルエッグがてんこ盛りですね。これすごいですよ。うん、おいしい。ハッシュは多分同じもんが。パンはですね、多分薩摩霧島と同じやつだと思うんですよ。美味しいんだけど、大分航路が一番美味しかったです。あれは本当すごい、さすが神戸だなという感じですね。それでは食べていきます。はい、もうあと30分もしたら、別府港の方に到着すると思います。外がですね、だんだん明るくなってきて、ただちょっともやってんのかな、ちょっと外が見えにくい状態なんで、後でビデオのログの方確認しようかと思うんですけども、はい、それで鍵を返してほしいということなんで、持って行こうと思います。で、今日一晩、一日泊まりまして、こちらのお布団がですね、
然ふかふかだったんですよ。すごいですよ、羽毛布団ですねこれ。でまあ普通のお部屋のお布団も結構いいんですけど、あのこちらはすごく寝心地が良かったです。ベッドの硬さもちょうど良くてですね、という感じでした。また利用したいと思います。それでは鍵の方返しに行こうかと思います。はい、今雪原しまして、もうそろそろ下船許可の方が降りるはずです。出ましたら、すぐに、降りようかと思いますんで、ちょっと雨が小雨が降ってるんですけども、歩いて別府駅まで、行こうと思います。それでは、一晩ありがとうございました。